ワンボウルでパパッと豆とひき肉のチリ風味丼を作ります。材料はこちら、詳しくは概要欄をご覧ください。耐熱のガラスボウルに豚ひき肉 120g、 薄切りの玉ねぎ1/2個、にんにく1/2かけをみじん切りにしてボウルに入れたら、サラダ油大さじ1、チリパウダー小さじ1/2、塩コショウ少々で味をつけていきます。今回はマジックソルトと胡椒で味をつけていきます。全体を混ぜ合わせたら蓋をしてビストロに入れていきます。庫内の中央に置いたら600ワット4分で加熱をします。加熱が終わったら一度取り出し、熱いので気をつけて、蓋を開けます。そこへトマトの水煮、ミックスビーンズ、それから今回は冷凍のミックスベジタブルがあったので入れてみます。そこに粉末のコンソメを入れて、軽く混ぜ合わせたら、今度はラップをなしで、庫内に入れていきます。ビストロの料理集から50音で選ぶマ行を選び、豆とひき肉のチリ風味丼を選んだら決定をしてスタートです。今回は材料の分量が少ないので、仕上がりを弱にして調節しています。加熱が終了しました。美味しそうにできてます。取り出したらよくかき混ぜて、ご飯をよそったお皿に盛り付けていきます。加熱している間に焼いておいた目玉焼きをのせれば出来上がり。お好みでチリパウダーやカイエンヌペッパーをかけて食べるとよりピリッとして美味しく召し上がれます。ワンボウルでちゃちゃっとスタミナおうちご飯、豆とひき肉のチリ風味丼、ぜひお試しください。